開幕戦です。パチスロバトルリーググループ A 第1戦、嵐 VS ウッチーの後半戦、まずは前半戦のダイジェストから。入って結構すぐにゼガペインの島があるんで、3連覇へ向けまずはスタートダッシュを決めたい嵐。今シーズン1台目に選んだのはパチスロゼガペイン。赤は熱いです。設定変更らしい挙動が見られる中、嵐の初当たりは140ゲーム、投資5000円でこの台でのボーナスに当たるリザレクションチャンス。このボーナス後に AT 高確率状態へと移行した模様の嵐、ここできっちりと AT に突入させ絶好のスタートとなる。こっからが楽しいからね。これリザレクションチャンス以上、おー待って、さらにこの AT 中に上乗せに特化した無限進化ゾーンへと突入。そしてセブンインパクトにも当選と絶好の展開を迎える嵐。しかし AT をループさせることができず、およそ600枚の獲得で連チャンが終了してしまった嵐。この連チャン後はチャンスゾーン突入するものの、500ゲームを超えてしまったところで周りの挙動も考え合わせ1台目を諦めることに。的にも、まあ、ちょっとレアスからの当たりもまだ1回だけなんでチャンスゾーンが。そして2台目として選んだのはここまで2回の初当たりを引いていた北斗の拳転生の章。レアス的にはちょっと厳しいところからのスタートになりますけど、この台での初当たりは804アベしかかってしまったものの、転生モードによる天破の時連チャンにより投資6000円で初 AT に突入。やめて、ガスやめて、ガス。その後通常 B のモードを超えるハマりに追加投資に突入してしまうが、またしても転生モードによる天破の時が連チャン。1101アベしをわずか327ゲームで到達と、ピンチの中にも一縷の望みを持って2回目の AT へと突入。この AT が5連チャンし、総投資の半分ほどを取り戻したところで前半戦が終了。復活の楽しみはちょっと後半戦残して、ディフェンディングチャンピオンの意地を見せ、後半戦では3連敗のビクトリーロードを築き上げることができるのか。まあちょっと逆転勝利目指して後半も頑張りたいと思います。狙い台は特にないんですけど、まあ、対して今シーズンから復帰となったウッチー。1台目に選んだのはパチスロ AKB48。頑張ろう。そこあれですね、ここで前兆いくってことは、まあ設定変更だろうと。ダメそうな気がするぜ。あれ今キュキュキュって言ったね。設定変更による早い当たりはなかったが、開始252ゲーム、投資9000円で復帰1回目となるボーナスをゲット。この手玉はあっさりと飲まれてしまい追加投資に突入してしまうが、再び200ゲーム台でボーナスとなんとか踏みとどまるウッチ。そしてこのボーナス後の終了準備中にキョチェリーから ART に当選と自力でチャンスをつかむウッチ。おお50きた。この最初の ART ではボーナスを引いたものの、2連続でレギュラーボーナスとあまり出玉につながらず終了してしまうが、おおやっと出てくれましたよ。直後に突入したチャンスゾーンから自力でボーナス、そして ART 突入と再びチャンスが到来。何回もスーパーですよ。いい方ですよ俺にしては。この240ゲームからスタートした ART で一気に波に乗るウッチ。ART 中のボーナス、そして上乗せ特化ゾーンへの突入と大きく出玉を伸ばし始める。いやいやいや楽しかったね。そして終了間際で引いた AKB ボーナスでは、いやよかった、やっと3桁来たよ。この連チャンで現在2000枚を獲得中のウッチ。350ゲームの ART を残し前半戦は終わりとなったが、果たして後半戦ではどこまでこの出玉を伸ばすことができるのか。まあね、次回試算してますけど、後半戦も期待してください。今回撮影に協力していただいたアロー池上店はパチンコ600台、スロット320台のラインナップ。大型駐車場完備の当店は朝10時から夜11時まで営業しております。当店では最新設備、充実したサービス、真心のこもった接客でお客様に愛されるお店作りを目指しております。お客様のご来店、スタッフ一同心よりお待ちしております。
皆さんこんにちは、バトル消防の長瀬です。うちです。はい、というわけでバトルリーグ第17シーズングループ A の第1戦の後半戦ですね。はい、はい、始まりましたけれども、まあ、ウッチーさんはバトルリーグ復帰第1戦ということで、はいはい、まあ、朝一は AKB、 AKB、はい、で現状今どんな感じなんですか。今は 14K の年で2000枚ほどの出玉があって、はい、ART が350ゲームぐらい残ってます。ということはもう確実に1500、600枚はもうプラスになるぐらい。そうだね、うん、はい、やばい。肩や肩や肩や帝王はですね、帝王らしい立ち回りというか、はいはい、まあ、朝一は税がペイ打ちました。まあ守備です。負けました。負けました。その後は北斗先生打ってます、はい、ちょい取り戻しました。ここからですよ、帝王の快進撃が始まると。そうだね、やっぱりここから、はい、ここで取り戻してこそ、はい、それが帝王の帝王だゆえんってことだよね。飲まれたらもう多分帝王返上ぐらいの勢いになっちゃいますけど。でもまあ一応僕の場合は旗田天覇から2回ぐらい連勝ミドルいってんじゃないかなっていう挙動なので、まあとりあえず偶数の可能性が高まってる状況ですから、うん、あと1回旗田天引くまではちょっと様子は見ようかなと思ってます。で1回当たればね、そこからね、はい、グンと行くのが、そうですね、可能性が高いのが、まあ、北斗でもあるからね。そこは魅力ですからね。ウッチさんはもう今日は打ち切る感じですかね。いや、もう打ち切る感じかなと、はい、ただまあ今までがちょっと展開良すぎたんで、はい、これからちょっと反動が来て、はい、普通に残ってる350ゲームぐらいのやり手をそのまま消化して終了とかってなりそうで、ちょっと怖いんだけど、まあ、そこ走り切っちゃうとまた一から築き直すって感じですよね。そこでいかにまたボーナス引けるかっていうのにかかってくるかなと思う、はい、後半戦は。なるほど、まあ、設定的なテンポも悪くなさそうなんですね。とりあえず偶数はまあほぼ確定みたいな感じなんで、はい、まあ、そうなってくるとですね、まあ、お互い後半の展開がまあ上、まあ、前後反対になる可能性もありますし、このままウッチーさん独走してここがへこんでいくっていう可能性もあるので、はい、まあ、どういった結末を迎えるかっていうのはまだこの段階では分かんないので、はい、まあ、僕は逆転勝利、そしてウッチーさんはさらなる上積みを、はい、まあ、3000枚ポイントもありますからね。ああ、そうだね、はい、なんとか3000枚にはね、はい、到達したいな。これ初戦で3000枚以上のポイントを取ると結構な割合で優勝戦線が絡めるんで、まあ楽になるっていうのもあるよね。楽になる。もうちょっと落ちる心配が少し減ったよね。やっぱり初戦負けるとね、マイナスで負けるときついもんで、はい、そうなんです。だから僕はもう最悪でもプラス収支に持っていくっていうのをちょっと目標にして頑張りたいと思いますので、はい、それでは早速前半戦の方行ってみましょう、はい、それでは後半戦スタートなんですけれども、サウザーに負けて今真剣勝負の勝負リプレイが揃ってる状態なんで、もしかしたら復活あるかもしれないです。では早速行ってみましょう。ないですね、きっとないだろうなと思ってたんです。ただ一応ですね、前半戦最後天覇で当たってますんで、この後は阿部チャレンジが、まあ、90あるんで発生すると思います。天国に移行すれば当たる可能性が高いです。超天国かな。残念、まあしょうがないんで、ここからまた初当たり目指して頑張っていきましょう。で一応連勝ミドル、おー熱い、あーうまくいかないもんですね。しかも連勝中の強チェリーだったら、あの必ず天覇には当たるんで、ただ弱チェリーでも期待できますから、バレろ、よし。あとは5ゲーム以内、連勝中は全長が最大5ゲームなんで、5ゲーム以内に発展すれば激アツです。ここで告知されると死にましょう。よーし、まあ連勝での当たりですね。さあ天国にいればもう当たりは間違いない。帯に注目、赤来い、青、さあ行こう。はい、天国はありませんでした。うわー、なんか怖いそうじゃない、怖くないこれ。あ、青が勝ってます。伝承ですね、しかもベルリップ引いてますから当たってまい。じゃあ後半戦スタートします。まあ ART がちょうど350ゲーム残って、まあ1997枚、まあ約2000枚です、ほぼ2000枚ですね、の状況からスタートなんで、あとはいかにこの中でボーナスを引いたり上乗せをしたりして、これを長く続かせるかと思いますね。まあちょっとね、前半戦がね良すぎたんで、後半戦はもうこのまっさり終わっちゃうような気もするんですけど、また見せ場作れるように頑張りたいと思います。まあ、とりあえずもう ART、さっきのボーナス後、100ゲームは超えちゃったんで、ゲーム数解除はね、そんな期待できないんで、熱いと。
おお、暑いわ本当に。気持ちいいじゃないですか。まあここで上乗せして、まあ、上乗せはもう確定ですけど、あとはボーナスだよな。マリコーとブラジル、あとはボーナス、当選してください。ダメか、これで重力シンパシーゾーンに行ってくれれば。おー、行った行った行った。これは期待度大幅アップ。あで、さっきとは違う演出になりましたよね。さっきサプライズアリーナで、今度はカウンターポーティング。この違う演出になった方が、期待度がアップするんじゃないかと俺の実践上感じてるんで。あれ、あんまり何も。おお、一応暑いというか、スタートアップの稲妻が。ほらほらね、当たってくれましたよ。いや、ほんとあれだな、AR 土のボーナスに今日は恵まれてる。ウッチー、後半に入り20ゲーム少々でボーナスをゲットと、前半から続く好調の波は継続中。スイカ、いい感じてか、いい感じって言ったね、今ね。しかも強スイカじゃん。上は来たんじゃないの。ほらほらほら、こっち右第一手し確定ですよ。はい、またいただきましたよ。すごいコンボ突入率だな今日。あー、チームサプライズコンボ、ここで3桁とか乗ってくれればな。シングル揃いか。くー、おー、よかったよかった。青ばっかりだな、これでダブルで揃えばな。ちなみにここに狙ってここに滑ってきたら、まあ、あれなんですよ、40のゾロの2画目になるんです。これで終わるんじゃねえかな。本当に終わった。まあしょうがないね。でもまあプラス70、地道に積み上げて、もう逃すと400。後半戦もまだ勢いは衰えないじゃないですか。いいね。3000枚オーバーも視野に入り始めたウッチ、どこまで出玉を伸ばせるのか。対して連勝モードから戦波の時が続く嵐。抜けるでしょうね。当たんねえな、ニゴロ以内に。お、多分大丈夫です。まあレアアークを引かずに画面割りが出た時はほぼ当たってるんで。もしかしたらミドルじゃなくてロング1点じゃねえかぐらい結構レンチャーしてくれてますね。ミドル抜けたのはしょうがないにしても8、9、6はちょっと抜けないでほしいな。おー、そうそうそう、これマジでちょっとロングとか1点じゃないの。安倍士官ではハマっているものの、天波の時が続き着々と安倍数を増やしていく嵐。さすがに2回超えるな、これは。まあここで多分定めスタートしてない時点でもう超えるんですよね、多分。多分ですけど2連続で8、9、6超えはちょっとカンパ的に全然よろしくない。まあしょうがないんですけど、まあ通常 A 設定6でも 40% でいくんで、まあ、とりあえず通常 B の天井はまたまた抜けてしまいました。ゲーム数的には200ゲームそこそこながら、2連続の896安倍氏超えにピンチを迎える嵐。ここはちょっと天波で乗り切りてんだけど当たんねえですね。おー、来たレベル5、強水かか。強水感微妙なんだよな。大丈夫か、乗らないんじゃないのか。乗らない。レア役は引けるんだけど乗らなくなってきちゃった。その後90ゲームを過ぎたところでボーナス前兆である重力シンパシーゾーンへと突入するが、
いじゃないですか。あれ演出は弱いけど、ああよかった、当たっておりました。サプライズボール、うち、これで後半戦2回目のボーナス。やっぱりこれがね、今日はね、これで熱いパターンがいろいろ見えてる。ダブルナビチェリーなんて俺初めて見ましたよ。これもう当たってんじゃないの。強チェリーだよね、やはり。だってこっちだったら熱いっていうのに、こっち両方なわけだからね。今なんか言ったよね、セリフも。ほらまた当たったし、しかも赤。まあもう揃いは確定です。すげえ、1日で3回も右のこの確定ナビ見れるなんて幸せ。さあ、じゃあコンボ行きましょう。ダブルじゃないか。ここからだね。うわ、終わりそう。本当に終わった。30ゲームでした。しかし依然好調が続くウッチーに対し、嵐の方は、うん、危ない。よかった。まあもうロングにいりますね、これ間違いなく。強制で上がったのかその前から言ってたのか分かんないですけど、とりあえずいます。そんなに続かないんで、さすがに今回は1100はなし。ここで連勝モードを超えてしまうが、1300阿部氏を250ゲームで乗り切った嵐、まあ、当たります。なんとか持ちコイン内で後半戦初の AT に当選。いやーよかった、結構スタドラにコイン残りましたよ。ただカンパ的にはこれ2連続の通常 A 確定ゾーンでの当たりなんで、まあよろしくない。外れろ。外れないし、緑オーナー。あー結構控えめにいったのに。じゃあね、頑張るしかねえっすわ。とりあえずまず単発終了を避けるのが至上命題。ここで勝負にピーテロ。よし、2個乗ればベルリップでも。いやー、3個がだいぶ追い詰められた状態で戦わなきゃいけない。チャンスですよ。弱攻撃でベル 10% 引いてろ。あー頼む。貴重な王弱攻撃だけに。よし、あぶねー。なんとかせためにはいかん。あっ、きなびは熱い。嬉しいな。黒でもあるよ。よし、よしよしよし、畳みかけろ。おお、嬉しい。大丈夫、ロックありゃ大丈夫だ。負けるわけがねえ。おお、行っちゃってください。せめて押させてほしかった。よし、やっぱ自信持って戦わないといかんとな。さあ、5個ありゃ十分と思ったら1個ついてきました。ジェリー、これはもう強制だったら確定。そこがもう大事なとこ。これラブシステムをやるの忘れた。しょうがないですね。いや、よく頑張ってくれました本当に。
とはちょっと早い初当たりで連チャンしてくることに期待しましょう。一方、前回のボーナス後は天国モードを抜けてしまったウッチ。弱チャンス目ですね。弱チャンス目もそろそろ乗ってくれてもいい頃合いじゃないの。まあ上乗せチャレンジの中では割と期待できる方の演出なんですけど、ああすごい久しぶりの上乗せ、まあ10ゲームでしょうが、おお強チェリーです。さあボーナス当たってね、おお16シンパシーゾーン行きましたよ。赤文字、よしよしよし、よかった、そんなはまらずボーナス結びついた AKB ボーナスですね。今日はしかし AKB ボーナスで2回超絶コンボに行ってるわ、やっぱり期待しちゃうよね。まあそんなうまくいかないよね、さすがに。まあ、今日はいろいろなものを引いたけど、あれだよね、ジャクチェリーによる上乗せっていうのを見たいね。今日は全スカだもんな。3000枚突破しました。あ100円以内の解除もないかな。ここでいきなりボーナスとか出たりする時もあるんで出ない。残り87ゲームか、そろそろ終わりが見えてきちゃったな。まあ、とりあえず天井はなかった、あ、天井ない、天国滞在はなさそうなんで、あとは2ゴロ以内に当たるかどうか、まあ、当たらなかったらさすがにちょっとやめといた方がいいかな。まあちょっと他に打つ台があるかどうかっていうのは次第になっちゃいますけど、普段打ってたらやっぱ通常 A を2連続で確認したらちょっと僕は結構やめ時かなと思ってるんで、あっさげしたな。おお一応ソーブリップからは17ゲーム目なんですけど、ソーブリップ、うん、まあ広角の弱チで当たったっていうような可能性の方が高い気がしますね。サンディプラー 75%、 よっ、確実に連想モード中に引けてるんですけど、あそこだから割れろ、割れない、大丈夫か。まあ、2ゴロ抜けそうですからね、とりあえず手配いかない方がきっちりはやめれるけど、という時に限ってなぜか伝承モードからは落ちていなかった模様で、またでもこうなってくるとミドルっぽいんですよ。まあ2の可能性もあるから何とも言えないですけど、まあ、ちょっとあとはこの伝承ミドルの継続次第とか乗せ上げ次第ですかね。そして本当にミドル城に滞在しているのか、天破の時が続く嵐。しかしまだまだ安倍氏天井には到達できず、順調にハマってやがる。お、やっぱ天波レベル良さそうですね。ベルコースで20出てるんで。おお、まさかの無限あるかもしれない。まあ、ここで継続してもう無限、あ、これ無限ですわ多分。でここで継続しちゃった場合はもう通常 B の可能性ないです、おそらく。無限だと思うんだな。え？え？無限の？無限じゃなかったっす。無限じゃなかった。無限じゃねえのか、あんないい乗り方して。これはこれでレアの体験だ。さすがにもう8、9、6を3回連続で抜けたんで、もうやめます。これ抜けて抜けたら抜け
けたらっていうか当たったらいくらなんでもリスクが高すぎる。対して残り ART が60ゲームとなったウッチー。何も起きないね。このまま終わっちゃうかな。さすがにもう終わりが見えてきちゃったな。あとは後乗せがあるかどうかですね。1000ゲーム以上続いてんだから10ゲームぐらいは乗っててもおかしくはないよね。ラスト、ああよかった残ってた。お80も残ってましたよ。これは嬉しいね。この80でなんとかしたいね。引けなくなると本当引けないもんな。本当引けるときはねこれでもかってぐらい引けるんだけど。お、もう一丁お願いします。よし、もうジャックフラグでいいんだよ。ジャックフラグ 5? あー今日チャンスメーカーでも5まで来たんだから乗ってくれてもういいんじゃないの。頼むよ。人が怖い。あー乗った、よかった。おー50も乗りました。これでボーナスにも当選しててくれればこれ大事だな。ダメかやっぱり。そして長かった ART もついに最終ゲーム終わりました。でも3633枚出ましたね。自己新記録ですよ。一撃での獲得枚数。あーそれにしてはここから通常時に行くわけですけど久しぶりだな。これでこんなが天井とかまでハマったりとかしたら腐ったな。まあ偶数設定濃厚なんで480はそう抜けにくいですからね。それはまあ天井近辺まで余るってことはないと思うんですけど。そうそうは全長ですね。ゲーム数解除の、おおこれはなんか派手だね。うわまた128ゲーム抜けてしまったか。そう考えるとやっぱり6はないのかな。なんとも言えないですけどね。そんなに長く通常時をやってるわけじゃないんで、まあもうちょっと様子を見てみるべきでしょう。対してついに伝承モードを抜けてしまった嵐。千ヤベス抜けたところで伝承も抜けるっていうのは一番最悪なパターンですよね。まあ何にせよ追加投資ですね。まあしょうがない。しかしすぐさま天破の時を引き戻す嵐。でもでかい、140はでかい。熱い、頼む当たって。おーしょしょしょ、いやー助かりました。追加投資5000円で済みました。よかった。嬉しいですね。もう聴覚中画面でコインが増えることほど嬉しい。小さな幸せに包まれることはない。あー青しか見てねえな。まあいつも通り単発回避を至上命題に頑張るしかない。試練の戦いだなこれは。カジバのクソ力出そう。カジバのクソ力、クソ力どれ。
あっと、ここで。あの。いやー、よかった。あー、ようやく止まった。しかし、追加は1個。合計2個を持ち、継続バトルへ。試練続くな、試練は。終わらねえぞ、俺は絶対に。よっ。厳しい。しょうがねえっすわ、これは。さすがに AT80 ゲーム消化して1個しか勝負玉たまんないんじゃきつい。その後追加投資を強いられたものの、次なる当たりは206ゲーム260安倍して当選。おお、マジでこれはいたんじゃない。いた。いやー、嬉しいわ。もう一回チャンスがもらえました。は間違いないと思うんですけど。そしてこの粘りがついに嵐に奇跡を呼び込んでくる。ん、これなんか奇跡が一体すげえかな。あれ、奇跡の北斗揃いとかあるかもしんねえぞ。なんだよ、普通でした。至って普通でしたよ。至って普通でした。頑張ります。あー、熱い。ここで強制だったら結構もらえますからね。たぶんもういやー、今毛穴開いたんですけどね、全身の。どこスタートとか十分ありえるから。あそこでの赤鍋はここは絶対に単発は下げないといかない。ただコインを減らすだけになってます。そして今度こそ奇跡の引きが発揮される時が来たのか。あ、乗った。おお、すごい。でけえわこれは。格好あれは十分戦える。8連敗だけは下げなきゃならねえんだ。あー、マジか。やばいな、この流れ。8連敗だけはダメ。心臓に悪いね。おっ、左ラオウで右サウザー。要は期待度が低い方のキャラが右にいるときは熱いんで、これは多分もらったチャンス。耐えて耐えて奇跡を待つしかねえ。まだまだ。そしてついにその時がやってくる。来ました、奇跡が。もちろん確定です。いやー、あとはここでちょっと頑張ろう。よし、今回初めて継続しました。いやー、ありがたい。本
ポールありがたい、これは奇跡をもう一度。さすがにでも22個はでかい。いや奇跡が起きましたよ。いやこれでちょっと一言つけるわ。なんとかプラスジュースに持ってって勝ち点を取らないと。あっさり負けたらマジで今回グループ陥落しそうな気がするんで。しかし嵐の勢いはまだまだ続く。マジか、今確実に奇跡の種が育ってる。だからこの32個はめっちゃ大事にしなきゃダメです。全身全霊を込めてやろう。俺の持てる力の全てを使おう。いやー音が鳴らねえ。レバー音でピキーンという音が鳴ると鳴るイメージで俺はレバーを動かすんですけど、これです。これが鳴ってからが勝負。押したくねー。これここで止めらんねーってやばい。やっぱな、止まってくれ。やべえぞこれは。やばい。32連敗あるよこれ。おやーい。これで22個消費。おお23 24。マジで25 28。大丈夫、4個でしのいできたんだから今まで。このまま負けられねえ。やめんな、最後にこれなんとかする。あ、これが北斗転生です。嵐なんと奇跡の32連敗達成。はい、いやーやっちゃったな。まあまあまあ、しょうがない、こういう時もある。いやー痛えなー、そいつも32連敗は。やっと AT レベル低いところで頑張ると思ったのに。修行が足りんな、修行が。ダメそうだな。一方、久々の通常時に戻ったウッチーも苦戦中の様子。ダメか、こうなるとちょっときついな。サプライズリセットしちゃおうかな。まだサプライズリセットをすると絶対カンパが難しくなる上に、まあその128ゲーム以内のヒット率がで、まあ、30% 弱ぐらいなんだよね。最後なんかやめるときに128まで回してやめるとかっていうときに使うといいと思うんですけど。
まだレア役も全然いけなくなって調子悪いっすよ。お、グレートが続いてる。あ、オスメンチャンスミッションに行くのか。で、当たらないということですね。そうだね、あのさっきのスタンバイモードの前にレア役にしたもん。おらら、当たってるじゃん。うわー、350ゲームだ。これを成功しないとちょっと厳しいよね。今日は1回しか当たってないんですよね、オシメンチャンスで。なんかベル1回でまあ 9. 点何分の1なんで、解除率がもう20回以上は入れると思うんでね、そろそろっつってベル引けないとどうもならない。引けないのか、このまま。ラスト、その後451ゲームでなんとかゲーム数解除によるボーナスに当選。あ、キュンキュン言いましたわ。よかった、やっぱ408は超えなかったですね。長かったな。出玉は削られてしまったものの、再び ART チャンスを迎えるウッチ。神曲ラッシュ選抜ボーナスでよかった。もちろん ART の期待度は高いし、枚数もね、獲得枚数も多いんで、やはりじゃんけんボーナスよりは。本当お願い。あらら、ダメか。今回は ART 当選ならなかったウッチ。しかし続いて天国モード内でボーナスを引き当てるが、やばいな、だんだんなんか嫌な雰囲気になってきた、流れになってきた。まだ3000枚近い出玉があるものの、やや雲行きが怪しくなってきたうち。果たしてこの後の展開は。頑張ろう。奇跡の32連敗を喫してしまった嵐。なんとか名誉挽回のチャンスが欲しいところ。ギリ天国いたってこと。ちょっと動揺するかな。お願いだから完成前だよ。クリアレベルも低そうだっすか。大丈夫ですか。嵐、なんとか天国モード内で再び AT に当選。やめなくてよかった。あの32玉のリベンジをさせてくれ。もう今日2度目ですよ。頑張るぜ、上がれ。やった。これで闘神ステージにアップした嵐。今度こそ本当の奇跡が訪れるのか。あなたも気合いで食べるしかねえ。笑いの神様もういらねえんだよ。32連敗してんだこっちは。やっとさ、もうシーレもめっちゃ薄いですけどね、7個は。おー、スリベンジの機会が出たぜ。まだまだ借りを返す。さすがに負けないでしょ。32連敗だと12連敗なんかしたらもう泣くよ俺は。いや大丈夫大丈夫、今よくあること。しかし連敗は続き、残りはあと4個。あっ、これもベルを否定すれば勝負に。まあベルか。
信じられねえよ。最高記録ですよ俺これ。なんなのこの負けそうなソープリップは。もう。ダイヤはこうなったらどこまで連敗が伸びるのか見たいもんだ。44連敗の汚名を注ぐべく次なる当たりに期待をかけるが、256阿部氏を過ぎてしまったためついにこの台を諦める嵐。もういないと思うんで、ちょっと256阿部氏プラス追加分からははみ出しちゃいましたけど、ここでちょっとやめるつもりでちょっとホール内を見て回りたいと思います。なんとか出玉をプラスにしないとやばい。これはあんなに44個も要は勝負玉を浪費する時点でちょっとやばいじゃないですか。あれちゃんと生かしきれてれば全然多分終始プラスになって勝ち点もらえてるはずなんで、まあなるべく順応の早い AT 機か、もう時間が微妙なんで、まあ、ボーナスあるタイプじゃないと、まあ、多分きついかなとは思うんですけど。そして残り時間も考え合わせ、最終的に嵐が選択した機種は、これはとりあえずじゃあレグを頼りに前ジャグ打ちますわ。なんとしてもプラスにする。というわけで、北斗転生では424枚獲得という形になりましたので、今総投資が、24,000円なのであと800枚ですね。ビッグ3回でプラスになります。頑張りましょう。なんとかプラス収支を確保し勝ち点を目指す嵐。果たしてその結末は。一方天国モード内での連チャンを目指すウッチー。ダメそうだよね、また抜けちゃったか。あやっぱりその AKB ボーナス中のカードの枚数もまあ14枚以上も1回も出てないし、でやっぱりあれですよね、まあ、6ではないですけど、そのカードの枚数も14枚のが出てないところからするとまあやっぱり2なんじゃないかと。128ゲーム以内のねゲーム数解除率も低いしな。その後256ゲームまでのボーナスの可能性がなくなったところでウッチーもこの台をやめることに、はい、まあこの台はもうここでやめますか。これでね次がまあ480の手前で当たってくれるとも限らないんだね。まあ偶数設定なんでそこの振り分けは多いですけどね、それを超えるかもしれないっていうのを考えるとやっぱりちょっともうここでやめるのがいいんじゃないかなと。で設定6はもうないと思うんで、なんでここで一旦やめます。2715枚ですね。やっぱり3500枚以上あったんですよ、ちょっとぐらいあったんですよね。だからまあ1000枚ぐらい減らしてしまったなんですけど、まあでも全然浮いてるんでね、こう復帰第一戦としてはいい結果だったんじゃないかなということで、まあ、ちょっともうちょっとこの後うろついて打てそうな台があったら打つという感じで。さて、まあ、だいぶ苦しい戦いを強いられておりますが、まだ時間はありますので、とりあえずプラス中止目指してこのレギュラー出現率のいいマイジャグ2に託しましょう全ての望みを。いつもだったらまあ逆押しなんかも織り交ぜて楽しみたいところなんですが、ちょっとそれなり時間的余裕がないんで、フラディールのチェリー狙いでぶん回します。まあ、なるべく早く当てると、どん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 ハードルが上がっていくことになりますからね。よし、多分皆さんには見えないかもしれませんが、着きました。まあもちろんこの出目でもう一目瞭然なんです。ありがとう、ありがとう。もうここはとりあえずピックでお願いします。よし、ありがとう。嵐プラス収支浮上に向けまずは順調な滑り出し。よし、コース2000です。気合だ、もうこの後気合です。気合でまくってやる。ペガありましたよ、見えないと思いますけど、まあさすがにデメで気持ちいいデメが止まってたんで、
いよいよ、いいんだよ、当たりゃいいんだ、当たりゃ繋げていこう。まあ、しかもテリーレギュラーなんで設定差のあるボーナスだと思うんですよね、ジャグラーシリーズだから。一方 AKB48 を辞めた後のウッチー、なんか203ゲームやめの番長があるんで、ちょっと回してみますか。まあ1000円でこれはねはっきりするんで、ちょっとゾーン狙い、久しぶりだな番長打つの。ゾーン狙いで終始の上乗せを図るウッチー。まずは予定通り打ち始めてすぐさま前兆へと突入した様子だが、ダメか、もう無駄なね、やっぱりコインは使わないというのが大事なの。無駄打ちせず残った10枚のコインを流し、ウッチーの実戦はこれにて終了。だから打てそうはないもないんで、まあ今日はこれで実戦終了したいと思います。まあ結果はお楽しみにということで、どうもお疲れ様でした。一方出玉を飲まれ追加投資に突入してしまった嵐。当たらん、まあとりあえず追加投資ですね、まあ、一応まだもう少し攻めてみます。お来た、何の変哲もないダメですけど光っております。あ、変なとこっす。あえてこうテンパってねえとか美しいわ、美しいのビッグでお願いします。さあその後追加投資1000円で2回目のビッグを引いた嵐。続いて81ゲームでビッグが連チャンしたもののここでタイムアップ。本日の実戦終了の時間となる。はい、まあここで残念ながら実戦時間終了となってしまいまして、まあ個人選手をプラスに持ってきたくてちょっとジャグラー、マイジャグラー2のレギュラーのいい台を打ったんですが、まあちょっとですね、かなり悔しい感じで今日はマイナス収支になっちゃったんですけれども、まあこの第1戦目の敗戦をですね、まあケンさんからのもう一度お前ふんどしを締め直せよっていうメッセージだと思って、まあちょっと改めて2戦目からメンバーに向けてちょっと気持ちを切り替えてスタートできればなと思います。まあとりあえずちょっとあとはコインを流してここのは実戦を終了したいと思います。パチンコパチスロ最強データサイトデータロボサイト7はリアルタイムのホールデータや機種情報を見ることができる今一番熱いサイト。ホールの1週間の出玉データや当日のスランプグラフなど勝利につながる情報やパチンコパチスロファンを魅了する内容が満載です。ぜひ一度ご覧になってはいかがでしょうか。お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでしたか。いやまあ楽しかったなと。本当ですか。はい、僕ちょっとウッチーさんの予想全然伺いに行く余裕がなかったんで、ちょっと教えていただいてもよろしいですか。はい、まあ、こんな感じでで前半戦終了して、はい、まあ、ART が350ゲーム残ったんですね、はい、でその350ゲームの間に、まあ、チームサプライズコンボを2回引いたりして、はい、で1600枚ほどの出玉を、はい、前半戦終了した時は2000枚だったんで、はい、トータル3600枚ちょっと。あ、結構、あ、ということは結構その後その後ね、しかし悲惨というか、はい、まあ、はい、もうね偶数濃厚な台だったんで、はい、480は超えなかったもののその手前まで持っていかれ、あで次はまあ1、2杯以内で解除されたものの、はい、ART に突入せず、ね、はい、でもうね6はない、確実に6はないと見たんで、はい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 、やめました。まあでも浮いてるうちにこれやめるっていうのは定石ですから ね、 ね、まあね、ちょっと1000枚ほど減らしちゃったんでね、はい、それがちょっと悔やまれるところだけど、いやー対する私なんですけども、はい、感じましたよ今日は何者かの意思を。これちょっとやばい絵が浮かぶんですけど、ここでですよ、なんとですね、勝負玉32個、はい、貯めたんです、はい、ギリギリでしのいで奇跡を待ってるって言って百列ランプで奇跡が起きたんです。おおすごい。そして奇跡の32連敗マジ、はい、で次の、今度今
初の天国モードの可能性大の初当たりもいきなり当選したことだった今日初で12個たまったんです今日で7個とかたまって12連敗マジっすか、まあ、今自己新記録の44連敗継続中でこれどこまで更新されるかわからないので勢いで僕とやめます本当怖いね、はい、で正直この勝負玉44個ちゃんと生かしてれば、まあ、プラス中心にはなれてたはずなんですけど、はいはいはい、このままじゃまずいと総集編の時にいや今回僕が、まあ、再開決定戦行きを決定づけたあの勝負玉44個が今シーズンの物語だったんですねっていう絵が僕浮かんだんですよ総集編で僕が喋ってる絵がまあでもそういうマイナスな気持ちにはなるなりますよねここまで連敗で、ね、このままあっけなく負けてはいかんぞということでマイヤグラ2でいきますでもそれもやっぱり上手くなったんだよ AO だやっぱりやっぱりそのそれ前までやっていかないでしょ前だったら次に頑張りますねそれかあれでしょゴッド行くとかそうなんですさすがにちょっとゼウスの島も2回ぐらい見たんですけど、うん、あかんあかんと思ってでレギュラーがあの6以上のマイナスを空いてたんで打ったんですけど、まあ、僕が打ってもあのレギュラー2回引いたりとかでちょっと小屋確率は解析だと言ってないと思うんですけどとにかくブドウのうちも後半すごい良くてもしかしたらいいんじゃないかなと思ってたんですけどいかんせんやっぱりこう伸びずいやでもまああれじゃないそこでやっぱり心折れずに、はい、ゴッドではなくジャグに行ったっていうのは次にあれじゃないか僕ちょっと上手くなった風なこと言っていいですか、もしこのマイジャグ2が高設定であったのならば期待値は稼いでるんでこの期待値っていうのが今シーズンの戦いのどっかで生きてくるんじゃないかなつながるっていうのはね、はい、だからこれ総集編でこのマイジャグが1とかになったらまあ負けるべしくして負けたとなったら形にはなりそうです総集編が楽しみですね楽しみですね1戦目から総集編の話したらもう多分ダメだと思うというわけで、第17シーズンクルッペ第1戦は見事ウッチーさんの勝利ということで次回は第17シーズングループ B の第1戦が行われますのでそちらぜひ、はい、それではまたお会いしましょうさよなら、さよなら第1戦結果今シーズンから復帰したウッチーがビッグチャンスを生かし初戦を快勝対照的に悪い方の奇跡を起こしてしまった嵐3連覇に向けいきなりの黄色信号が灯るはい、なんとか次回はグループ B 第一戦辻谷氏 VS 突破チ次回のパスロバトルリーグもお楽しみに豪華タレントたちが多数出演人気テレビ番組が YouTube で見れる充実のラインナップで配信毎週月曜配信ウイチとヒカルの面白いテレビ毎週月曜配信デリンゲバ毎週火曜配信嵐と松本毎週水曜配信キャプテンタック毎週木曜配信魚拓男性の月とすっぽんぽん毎週金曜配信どうにか貧乏家族さらにオリジナル番組未公開シーンも定期で配信予定メンバーシップに登録して限定動画を楽しもうリクエストもどしどしお寄せくださいサイトセブン TV